ろしくお願いします。どうもレゴラジです。本日はこちら、ブックオフで4080円でゲットしてきました。いつもだったらちょっと買わない値段かなと思ったんですが、レゴスターウォーズスカイウォーカーサーガにドハマりしているので、ポッドレース今日からやるんですよね。なのでちょっと買ってみました。完全に未チェック品で、カラカラいっちゃってますよね。で、箱はちゃんと揃ってたんですが、これもちろん中身を確認してから買ってます。で、説明書が入ってないんですよね。で、こんな感じでそれっぽくは入ってるんですけど、で、まずこれにはミニフィグ入ってないですよね。状態はいいので、まあ、悪くはないんですけどね。あ、この子入ってましたね。確かガスガノでしたっけ。もちろんこれヘルメットもついてますので、ホットレーサーですね。で、次はこれ、これももう、まあ、説明書入ってないんですけど、なんかスカスカですね。で、最後にこの大きいのがアナキンのポットじゃなくてセブルバのポットか。これもこんな感じなんですよね。これなんで買ったんだろう、俺。ということで中はこんな感じでした。とりあえずミニフィグだけ確認したいと思います。まあ、中古ではよく見かけるセットなんですけど、未開封だとまあ1万円は軽く超えていく、まあ、昔のレゴなのでね、仕方ないですけど、23年前になるのかな、古いレゴになります。で、まあ、特に高額なミニフィグが入ってるわけでもないんですが、まあ、セブルガだけ、まあ、ミニフィグというかミニ人形みたいな感じで、これだけちょっと高くついちゃったりしてますね。で、あとはアナキンの足が短足じゃなくて、まあ、通常のミニフィグの足と同じ長さになってます。なので、折り曲げて座らせることもできるタイプですね。あとはレゴラジの大好きな、パドメが入ってるんですよね。パドメの変装したバージョンが入っています。これも希少かなと思ったけど、まあそんなに高くついたりはしてないですし、中古で本当によく見かけますね。多分このセットめっちゃ売れたんでしょうね、当時。こんな感じでした。それではミニフィグだけ見ていきます。一応全部揃ってました。ドロイド1体だけバラバラになってたんですが、パーツちゃんと揃ってましたね。ポットの方は説明書をね、ダウンロードすれば作れるのかな。まあこれで4000円、まあ悪くはないか。ミニフィグは揃ってるんで。ということで本日の中古ジャンクはこんな感じでした。ご視聴ありがとうございました。